い、どうもショータイムゴルフです。カナンゴルフクラブキリン、はい、12回ショータイムカップ、いやー、あ、そっか、ショータイム対代々木高校で良かった方のスコアでベストボールベストホール、あ、ストローク、ストロークで、スポンサーがショータイムカップなのでついておりまして、はい、モリプというパチンコ有料店情報サイトをやっております株式会社カルッタ様から賞金をいただきました、はい、ありがとう、名古屋にある会社なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。パチンコやるでしょ、俺やんないけど。俺もやんない。お前もやるだろ。これやんないよ。やんないよ。ショータイムカップ、はい、イエーイ。ダルダルな感じ。じゃあ前半終わって4アンダー、4アンダー、4アンダー、3打差で、こっから5番9ホール。痛みも引いてきたし、いただきできたし、金管が効いてる。やりますか。行きましょう。行きましょう。頼むよ、パート41だね。マンスラ。あれでやばい。やばい。狭いっしょ。キアだった。やべえぞ。あれやべえのか。ドライバーじゃねえ。待って、マジでマジでドライバーじゃねえ。全員OBでも笑えない。どこ行った？モビー。川やヘッドだったんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、カン君待って、カン君待って。本当に見えない。多分いい感じ。ボールやばいだろ、全員感じ。これちょっと厳しい。終わり。曲がったね。はい。カン君は？ん？1球目ね、鉄塔より右、2球目はね、鉄塔よりは左。前面どうよ、調子は。調子はね、前変わらずいいんだけどね、うん、ボールの調子が、そう、ボールの調子がね、なんか池入ったり木当たったり、うん、ボールにもうちょっと頑張ってもらわないとしゃあないな。ボールが調子悪いみたいな。あ、俺もだ。ボールの調子が悪すぎる。マジでボールの調子悪い。今日のボールおかしいわ。ああ、うん、まあ、はい、生き残ってたの約1名。しかもなかなかのライ。これ何ヤード？うんとね、68ヤード。56。56。
まあまあ、まあまあまあだ。一応ね、入ればパーだから。うん。すごい楽だね。うまい。ナイス。こういうのはうまいんだよね。うん。通ってっから。そっか。4段目うまくなるんだ。水を通ってるせいで4段目うまくなる。いや。うまいな。激うま。うめ。うめ。3段目。頼んだよ、カイト。失礼。大丈夫だよ、ボギー取ってくから。やばい、1打差まで来ちゃうよ、これで。ナイスパス。おい、なんでか、これ声でか。完璧。満足じゃないこれ。うまっ。100切った。え、今のは都心地区。今の結構いいとこ。今ここ。もっと行きそうだけどね。いや、歩き切れるじゃん。いや、全然大丈夫です。まあ大丈夫だね。大変ですね。ここ左100ヤードぐらい曲がっても OB ないから。ああ、じゃあ大丈夫だ。うん、Okay. ナイス。救済避けて。これ何？ 100？ 100。もう行くわ。58度。うん、行ってくれ。もういいんじゃない？バックスピン。おいっす。まあまあだね。いいね。まあ俺らの強みはこっからだからね。頑張ろう。何ヤード？何度？珍しいじゃん、そんな短いクラブ。はい、100、110、100でいいんじゃないの。いや、100ヤード60度。あ、60度、ちょっと巻いてるな。巻いてる。ジャクソン、ブラックオアホワイト。ドゥ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 。短いクラブで振るなんて珍しくない？いや、フライヤーするかな、ボールフォローだし。69あるかな。でも60じゃ無理だな。
チーム当たんなかった。 OK、 ナイス。葉っぱ当たった。当たったよ、なんか今カシャッつったもんね。だけどもう無でいった。気にしないで。おお、うまいな。うん、まあな。さすが。打つのは俺だから。フェアウェイ外してねえから。ああ。勝ったもんな。なんかよくね。うん。好印象だ。せっかくフェアウェイ行ったんだ。ジェロメン。さすが。レディース&。ジェロ。うん。ジェロ。いや、ジェロだわ。ジェロだわ。日本を愛する黒人たち。ジェロ。調子悪いじゃん。急にイップス出してきた。あー、埋まったんだ。やる気ねえな。そこのギャラへ。お先。入るんや。入るんや、それが。そういうの入ってしまうよね。ナイスです。ナイスです。おお、跳ねた。超いい、超いい、超いい、超いい。めっちゃいった。ナイスショット。それ駅弁か。それが噂の駅弁か。どう？でも大丈夫、老けすぎて残った。駅弁フック。Oh my god。 大丈夫？左は大丈夫。左大丈夫なの？左は OB ない。ここ OB ないよ。ないの？なんでビビった。いや、ビビった。左 OB なのかなと思って。いや、左隣の方で。下から。あ、これだ。どこ行った？ネアドナンバー。260。スプーン。めっちゃアゲンスト。
からスプーンで振ったら乗るかな。うん、3打目あれ、あれまだ230ぐらい見えない。俺も見えない。どこ行ったの？わからない、すいません。はい、缶の3打目グリーンはアッツです。スプーン220度。見えない見えない。どこ？弱い弱い。そうです。ここらはちょっともう俺無理だわ。パート出ば、マップだいぶでかい。本当ね。と六のこと起こんの。まあ、あのこと全然ダメだよ。面白くない面白くないもんこれ。だってさ、みんなと顔合わせんのグリーン上ダメなんだ。はい。五ダメ。グリーン横から右横。ナイス。うまっ。ナイス。三打目。オッケー。オッケーだね。やっぱ無理だ。うお。うお。待って追い越せない。なんかスピンもうちょいかかったら入ったみたいな感じ。あ、マジっすか。うん、激うま。かなりエロかった。舐め回すように寄ってった。もうなんかカップの周り舐め回してたもんね今ね。もっと曲がるよ。パーパット。ナイスナイスパー。うまい。蜂刺されてから良くないですか。やっぱそうね、蜂刺されてからパットの調子が良くなった。曲がった。いやでもそっからそんなに切れないと思う。だよね、うん、見てもリンプル1個2個じゃん。リンプル1個2個って細かっ。ナイスです。ナイスバーディーです。耐えた。危ねえ。そのベッツ。2アンダー、うん。こっちも2アンダー、うん。いい勝負だね。いい勝負だね。そうね。あと、何？3アンダー、3アンダー。3アンダー、3アンダー。3アンダー、3アンダー。やるね。ね、連続バーディーだもんね。うん。え、そうだっけ。うん、だって前のホールのバーディー。あ、そっか、うん、で、今翔太が。うん、それでは皆さん、次回もお楽しみに。はい、ケンタのパート次パート5。モリピーを運営しているカレッタ株式会社様、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。